えい。みんなにね、インディゲームをしてもらいたいなと思います。ドキ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 、動画見てるみんなに一緒に楽しんでもらえたらなと。お願いします。早速、はい、じゃあ、お話を受けていいですか。はいはい、はい、じゃあね、まずね、第1問、全然100本のバラがあります。そのうち、ドライフラワーにするなら何本しますか。100本のバラがあって、ドライフラワーにするの、みんなも一緒にね、お考えください。もちろん、はい、もうこれや。答えをね、言いますね。はい、この本数は自分のルックスに対する点数です。ルックス？ルックス？ルックスの点数。自分のルックス。自己評価。自己評価。見た目の。じゃあ、みんな一緒に出します。出しますか。せーの、ドンで。せーの、じゃん。三本。あ、自己評価低くないですか？三本。ルックスに対する評価100点中3点。三点で？三点で？自分のルックス評価は3点ってこと？な、低く低く低く。全部。全部ドライフラワーで。マジで。すげえ。3点。三点。女子。三点。女子。三点です。ゆうきくんはどう？50点。ゆうきくんでもなんかおしゃれやから、なんかもうちょっと上じゃん。うん、もっとなんか。80本ぐらい。実際80本ぐらいやるんじゃん。ピザもらったらちょっと控えめ？控えめ、いやでもまあ半分ぐらいかなって。ドライフラワーにするならっていう話。まあまあ半分ぐらい。俺はでも合ってるかもしれないな、意外とその辺は。合ってないでしょ。いやでもそんな実際ドライフラワーにするってなんかそんないらないな。いらないですね。3本こうなんか片手に持てるぐらいがいいかなって思って。なるほど。ドライフラワー好きなの。そういうこと。じゃあ全部行くな。でもドライフラワーってさ、ミイラでしょ。そう。まあ。言い方が。ミイラでしょ。ミイラでしょ。お花ミイラでしょ。ちょっとたくさん怖いな。3本で。いいですか。はい。はい。第2問。医者に。死ぬと言われました。つら。つら。あなたは何と言う？何と言う？それは医者に対して言う発言ですか？おっさんに出るリアクションかな。なんやろ。これは真面目に答えるべきなんだろうか、それともどうなんだろうか。よく書いた。よ
意見書いてある。 OK、 はい、はい、じゃあ答え言いますね。それは恋人に別れを告げられた時のあなたのリアクションです。ああでもそうかもしれない。納得ですか。あでも納得かもしれない。もうこれこっち系かもしれない。じゃあせーので、せーの、じゃーん。そっか、はい、じゃあ言ってみて。そっか、え、なんかそっか、そっか、なんかドライ、ドライやな。そういう感じ。そっか、もうなんか言われたらすぐに、あ、もうええよって感じ。そっか、マジで、意外と、オーマイガー、オーマイガーやで。それはもうアメリカ、ってんぎゃー、もう少し行きたいです。それ振られた時にそれ言うんですね。いやもう少し付き合いたいと、もう少し一緒にいてほしいですっていうかな。ああそういうことか。もう少しってないよね。もう少し。ええやば。やば。いやドラ。ドラええやば。ヨギ君が一番なんかあそっか。あそっか。あそっか。あ僕死ぬのね。だって3日やで。3日後に別れるって言われたんやで。あそっか、あそっか。すぐ受け入れられない感じが、あ、なるほど、信じてない感じかな。納得ということですか。あー、どう、そんな言ったことないけどな。にゃーとか言わへん。にゃーとか言わへん。あんまでしか聞いたもんね。オーマイガー言わへんよ。そういう感じなんですね。はい。はい。はい。じゃあ、3問目、いきたいと思います。ある日、あなたのクラスに転入生が来ました。その人は美人で頭が良くて完璧です。でも一つだけ欠点があります。それは何でしょう。美人で頭が良くて完璧の転入生、一つだけ欠点がある。何でしょう。ええ、もう一回やって。美人美人で完璧、完璧なんだけど一つ絶対これや、絶対これや、これしかない、絶対これしかない、絶対これや、もうこれじゃなかったら欠点があるでしょ。絶対これや、絶対これや、絶対これ。もうね、でもこういうの考えたくないの。絶対これや。絶対これ。欠点やろ。絶対これや。これ答えないよな。はい。できました。はい。それはですね、あなたの欠点です。マジ？いや、これは。いや、俺はそうでもないよ。そうでもない。後で体験させてあげるよ。いやー、マジか。それは確認したくないです。ちょっと変えてみよう。いや、じゃない。してないから。出しますね。じゃん。うわ、当たってるかもね。じゃん。部屋が来たな。よ。めっちゃ完璧やのに、ちゃちゃってめちゃ噛む。これ可愛いじゃん。これは欠点かな。ゆきくん何？僕、部屋が汚い。部屋が汚い。可愛いのに。可愛いのに、部屋汚い。僕も物何もないですよ。え？結構、プチミニマリスト系なんで、必要最低限しか部屋を置かないっていう。おこれはじゃあ違う。これはちょっと僕は違う。僕は違うかな。画面越しで匂いが伝わらんの。あ、そういうこと。ゆえさんは感情が読めない。感情が。ミステリアスな感じか。なるほどね。これはあんまり納得いってない。これはちょっと違うと思う。これは僕は納得いってない。見たらどう。あ、そういうこと。なるほど。じゃあ人が匂いだら臭いってこと。その可能性が
ちょっと ありがとうございました。